にちは、ショウガラコというお猿のピタトル一家です。今日はみんなの紹介をしたいと思います。お父さんのピタトルです。もうすぐ7歳。体が一番大きくずっしりとした体型をしています。鼻が低くていつも困り顔なのが特徴です。おっとり屋さんで運動音痴です。おやつを見た時だけ素早く動きます。甘えん坊で嫉妬深い性格です。お母さんのサラミーです。1歳半です。みんなより少し目の周りの色が薄いです。アイラインを引いたような目尻が特徴です。ツンとしたお鼻をしています。おてんばで怖がり屋さん。運動神経がいいです。娘のトロチーです。生後7ヶ月です。体が一番小さく困り顔をしています。まだ赤ちゃんであどけない表情が可愛いです。警戒心が強く、いつも両親のどちらかにくっついています。身軽で一番ジャンプ力があります。まだ成長途中です。ではここで問題です。この子は一体誰でしょうか。 A. ピザトル、 B. サラミ、 C. トロチ。コメント欄で教えてね。